How to say something wise as for me 端的的に。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ゆうすけ先生です。今日は端的的に、はい、これはですね、とってもスピーキングの時に特に役に立つと思いますので、今日はこちらの端的的にを紹介したいと思います。 Goes of this lesson。 一般的に人気はないですが、私的にはとても良いと思います。一般的に人気はないですが、私的にはとても良いと思います。はい、こちら known plus 的にですね、または known plus 的にはの形です。 known plus 的に、 for example 一般的に、個人的に。 known plus 的には、 for example 私的には、ゆうすけ的には。Something 的に means to speak from that standpoint。 今から話す内容のポジションを説明しているっていう形ですね。はい、英語に訳すと、一般的に generally、 個人的に personally、 はい、私的に as for me、 ゆうすけ的に as for ゆうすけのような感じですね。はい、from point of ゆうすけのような感じです。はい、This phrase make it easier to know which position you are speaking from。どのポジションで皆さんがお話ししているかを聞いて、はい、聞いている人は分かりやすくなるということになっています。よく使うこの something 的にのリストを出してみました。結構ありますね、リスト的には。パッと思い出しただけでこのぐらいのリストができましたので、よく会話の中で出てくるフレーズだと思います。さっきの known plus 的にですね、と、あとは、名前、まあこれも known ですけど、まあゆうすけ先生だったり、はい、キャンディーさんとかジョンさんとか、ジョンさん的にはとか、そういった使い方もしますね。またイングリッシュプラス的に、ジャパングリッシュですね、スケジュール的に、シチュエーション的に、こういった使い方もします。はい、それでは例文見ていきましょう。基本的に同意します。はい、この基本的に、まあサムティン的には、まずは大体はですね、文の最初につけることが多いです。なのでこのように基本的に同意します。はい、basically agree、 基本的に同意します。最終的に私の上司が判断します。 ultimately it's up to my boss、 finally みたいな感じですね。最終的に私の上司が判断します。スケジュール的に参加できません。 I cannot attend due to my schedule。 スケジュール的に参加できません。これはジャパングリッシュプラス的にですね。はい、このように文の最初に来ることがほとんどです。で、もし文の最初に、来るイメージがつけれたらですね、もし皆さんが長文ね、先ほどの、同意しますとか、私の上司が判断しますとか、参加できません。まあ、これがわからない場合ですね、こちらの、まあ、英語ね、基本的に I agree とか、最終的に It's up to my boss、はい、っていう感じで、文を作るイメージをね、つけてください。そしたら基本的にの後にこういう、基本的に同意しますとか、こういうアイデアがね、湧きやすくなりますので、基本的に It's up to my boss、 そう、ボスが判断します、こんな風にね、文が作りやすくなると思いますので、まず最初の冒頭で、基本的に、最終的に、スケジュール的に、はい、口癖にするとね、よりね、スピーキングの時にネイティブスピーカーっぽくなりますので、はい、ぜひ使ってみてください。それでは、もう一度リストをおさらいしていきましょう。2回ずつ単語を言っていきます。一般的に、一般的に、個人的に、個人的に、基本的に、基本的に、根本的に、根本的に、精神的に、精神的に、肉体的に、肉体的に、具体的に、具体的に、抽象的に、抽象的に、積極的に、積極的に、時間的に、時間的に、科学的に、科学的に、論理的に、論理的に、強制的に、強制的に、最終的に、最終的に、俺的には、俺的には、私的には、私的には、ゆうすけ先生的に、ゆうすけ先生的に、スケジュール的に、スケジュール的に、シチュエーション的に、シチュエーション的に、
はい、このようにね、たくさんあります。まだまだありますけども、まあ、よく使うこのリストをね、ぜひ使ってみてください。それではホームワークです。Type in the comment field according to the following statement. ということで、今日はこちらの文を、まずは最初は基本的に、タムティンタムティンを、まあ、みんなでね、ちょっと考えて、まあ、日本語がわからない人は英語でも大丈夫です。はい。で、あと次は私的に、タムティンタムティン。まあ、私の意見を、your opinion を言ったら大丈夫ですね。はい。in your opinion, タムティンタムティンタムティン。はい。で、最後は、先ほどの、リストをね、先ほどのこちらのリストを使って、皆さんが出たアイデアを使って最後の、ここのね、最後の問題は、フルンダブランクしてみてください。コメントセクションで、打っていただいたやつは、ゆうすけ先生がすべてチェックしますので、ぜひトライしてみてください。はい、ということで、今日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、皆さんのスピーキングのね、役に立てばいいかなと思いますので、トライしてみてください。次の動画、またはライブストリームでお会いしましょう。またね。昔々、あるところに、それは、かわいい私がいました。 I'm a pretty かわいい Daddy correct 正しい誘惑かっこいい We are happy 楽しい I'm a pretty かわいい Daddy correct 正しい誘惑かっこいい We are happy 楽しい I'll be more かわいい Gaza speed Japanese 学び Wanna be more かわいいJealousy, sitosy, daddy utoshi, eating it fluently, duchoni, you and me, ishoni, tigeji, no matter what will rise on me, it's my favorite, I like eating she, you are my essence, bye, emergency style, cute she, dream, cup of tea, oishi, ocha, uncle, ocha, shicha, kocha, mocha, mecha, oishi, daisuki. お加減はいかがですか?大変美味しゅうございました。